はい、こんにちは。気まぐれアナウンサー u 字22です。お元気ですか？はい、今日はこちらです。イで終わる形容詞ね。例えばまあ難しいとか美しいとかね。やかましいとかみんな胃で終わりますよね。これもねちょっとね。覚えてもらいたいな。アクセントをね、えー、それで100位用意しましたんでね。ぜひ最後までご覧ください。 今日はこのイで終わる形容き、まあ、今日は基本でねやっていこうと思ってるんですけれどもなんでこの「い」で終わる形容詞難しいのかというとあの例えばね「冷たい」ってあるでしょ「冷たい」ねこれ「冷たい」っていうねアクセントもあるんでね2つになっちゃってるのが結構この「ね、い」で終わる形容詞っていうのはねそういうのがあるんです。難、ね、難ししいいいっていうのも難しいとかね うん、それから、やかましい、やかましいとかね。こういうふうにね、2種類アクセントがあるんで、ちょっと難しいんです。ただね、今日はね、基本に忠実にやっていこうと思ってますので、100用意しましたんだね。 ぜひ最後までね、頑張って聞いてみてくださいね。はい。で、あのー、このチャンネルね、気に入ったらチャンネル登録ボタンお願いしますよ。はい。それから、あの、面白かったら高評価ボタンもね、プチッと押してもらうと嬉しいんですよね。本当にね。で、早速始めたいと思いますけれども、今日はね、この100用意しましたけれども、まず普通に読んでね、それからその次に、あのー、アクセントをね、意識して読んでます。 で、その次に短いセンテンスをね、読んでますので、これでじっくり聞いてアクセントを覚えてもらいたいなというふうに思います。それで、あの、概要欄にはね、えー、時間が書いてあって、そこを押すと元に戻ったりできるんで、ちょっと、ん今何だったんだっていうのがあったら、元に戻って何回も繰り返し聞いて覚えてください。それでは、早速始めてまいりましょう。 青い、青い、青い看板。赤い、赤い、赤い靴。明るい、明るい、明るい性格。浅い、 浅い、浅い海岸。暖かい、暖かい、暖かい日。頭がいい、頭がいい、頭がいい友人。 新しい、新しい、新しい生活。暑い、暑い、暑い辞書。暑い、暑い、暑い風呂。 危ない。危ない。危ない橋。橋甘い。甘い！甘い生活。忙しい？忙しい？ 忙しい時間痛い痛い痛い傷跡薄い薄い薄い髪うまいうまい うまいごはんうるさいうるさいうるさいバイクうれしいうれしいうれしい出来事えらい えらいえらい政治家おいしいおいしいおいしい料理多い多い多い材料 い大きい大きい,大きいサイズ遅い遅い遅い電車重い重い重いダンボール 面白い面白い、面白いオウム。賢い賢い、賢い小学生。硬い硬い、硬い,いせんべい。 悲しい、悲しい、悲しい対面。辛い、辛い、辛いラーメン。軽い、軽い、軽い掃除機。かわいい。 かわいい、かわいい双子。黄色い、黄色い、黄色いシャツ。汚い、汚い、汚いゴミ置き場。 厳しい、厳しい、厳しい口調。暗い、暗い、暗い未来。苦しい、苦しい、苦しい家計 黒い、黒い、黒いカラス。詳しい、詳しい、詳しい名菜。濃い、濃い、濃い牛乳。 細かい細かい細かい作業怖い怖い怖い動物寂しい寂しい寂しい生活 寒い、寒い、寒い冬。しょっぱい、しょっぱい、しょっぱい味噌汁。白い、白い、白いブランコ。 少ない少ない少ない資金。すごいすごいすごい自動車。涼しい涼しい涼しい部屋。 ずるい、ずるい、ずるいやつ。鋭い、鋭い、鋭いくちばし。狭い、狭い、狭い部屋。 高い、高い、高い天井。ダサい、ダサい、ダサい制服。正しい、正しい、正しい考え。 楽しい、楽しい、楽しい友人。だらしない、だらしない、だらしない服装。小さい、小さい。 小さい家。近い。近い。近いお店。ちょうどいい。ちょうどいい。ちょうどいい気温。つまらない。つまらない。 つまらない問題。冷たい、冷たい、冷たいかき氷。強い、強い、強い、強い,強い風。 尊い尊遠い尊い時間。遠い遠い遠い将来。長い長い長い煙突。 情けない、情けない、情けない猿。懐かしい、懐かしい、懐かしい風景。苦い、苦い、苦い食べ物。 にくい、憎い、憎いやつ。渋い、渋い、渋い反射神経。ぬるい、ぬるい、ぬるい温泉。 眠い、眠い、眠い授業。恥ずかしい、恥ずかしい、恥ずかしい発音。幅広い、幅広い。 幅広い意見。速い、はやい、はやいバイク。低い、低い、低い音。ひどい、ひどい。 ひどい部屋。ひとしい。ひとしい。ひとしい答え。ひろい。ひろーい。ひろい遊園地。ふかい。ふかい。 深い湖。太い。太い。太い腹回り。古い。古い。古い感染。欲しい。欲しい。 欲しいおもちゃほそいほそいほそいウエストまずいまずいまずいおかずまるいまるい 丸い顔。見苦しい。見苦しい。見苦しい光景。短い。短い。短い袖。蒸し暑い。 あ暑い、あ暑い気候。難しい、難しい、難しい問題。目覚ましい、目覚ましい。 目覚ましい進展。珍しい。珍しい。珍しいデザイン。もどかしい。もどかしい。もどかしい仕草。優しい。 優しい、優しい両親。安い、安い、安いスーパー。柔らかい、柔らかい、柔らかい布団。ゆるい、 ゆるい、ゆるいベルト。弱い、弱い、弱いライオン。礼儀正しい、礼儀正しい、礼儀正しい子供。 若い、若い、若い夫婦。悪い、悪い、悪い習慣。 はい。ちょっと難しかったかもしれないんだけど、でもね、あの、この2種類のアクセントっていうのは、今日はもう1種類だけ、基本的なところをやったんだけど、あの、2種類っていうのはね、あの、形容詞だけじゃなくて、動詞なんかでもありますからね、うん。だからまあ、おいおいね、ちょっと応用編みたいな感じでね、やってこうかなと思ってますんでね、えー、この後もぜひ楽しみにしていただきたいと思いますね。 それでね、何度もね、こうやって繰り返し繰り返し聞いてると、だん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 正確なアクセントっていうのは分かってきて、そこに応用が、うん、聞くようになるから、ぜひね、これね、アクセント、今日のアクセントはね、しっかり覚えちゃいましょう。 はい。ということで、そろそろお別れのお時間でございますけれどもね。はい。あの、私ね、IAS、インターネットアナウンサースクール、講師やってますから、今ね、無料のカウンセリングを受け付けてます。今日はね、2022年の 10月ということで、えー、そうですね、来年の3月ぐらいまではね、無料でカウンセリングやってますからね、ぜひね、あの、ちょっと気になることがあるんだったら、その無料カウンセリングを受けていただいて、それでいろいろお話ししながらね、修正していきましょう。はい。ということで、今日これですね、えー、で終わる形容詞ということで、今日一応、 基本ということでね、えー、応用編も今度ね、作っていこうかなと思ってますんでね。これね、アクセント覚えるととっても楽になりますよ。頑張ってくださいね。はい。で、今日ね、このチャンネル面白いと思ったらチャンネル登録ボタンお願いしますね。はい。それから、えー、高評価のボタン、良ければ押してください。はい。そしてコメント欄がありますから、コメント欄には質問でもいいですし、悩み事でもいいですし、なんか相談したいことあればね、そこに書いてもらったり、それから感想もね、 書いいいてもらうとと嬉しいなと思いますあとはリクエストもいただいてますけれどもね是非リクエストこんなことやってもらいたいなーなんていうのがあれば書いといていただければと思いますはい今日は「い、えー」イで終わるね形容詞、うん、やってみましたけれども覚えてくださいね頑張ってくださいねはいということでそろそろお別れですお相手は気まぐれアナウンサー U 字22でした今日もご覧いただきまして本当にありがとうございましたそれでは今日はこの辺でさようなら